演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、マクロネンのグラコロビーフシチューグラコロ三角チョコパイバニラ味を食べたいと思います。グラコロは冬の名物風物詩ですけど、自分は今まで食べたことなかった気がするんです。なので今回食べてみたいと思います。ビーフシチューグラコロも中のビーフシチューソースも美味しそうですね。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではグラコロからいただきます。寿司って言われにはもう一押し欲しくなるな。ちょっと惜しいところに行ってるような、そんな気がしますね。これはまずグラコロですが、なんかの衣はサクッとして美味しいんですが、なんかのクリームの濃厚さがちょっと足りないような、そんな気がしますね。グラタンというよりはちょっと薄めのシチューを食べているような、そんな感じがしました。なのでもうちょっと主張してほしかったなという部分があります。でこちらのビーフシチューグラコロもそれも同様で、ビーフシチューもそこまで存在感があるわけではなく、ちょっと探さなければいけなかったのが残念でしたね。なのでこちらも大体同じような味でサクッとしているところも美味しいんですが、あと具材がちょっと行方不明になっている部分があるような、そんな気がします。まあとろりとしていて美味しくはあるんですが、もうちょっとグラタンらしさを感じたかったなということで、どちらもこちらも点数とさせていただきます。そして最後に食べたジャンダカチョコパイバニラ味は、バニラ風味が噛んだ瞬間に口の中に甘く広がってきて、アイスクリームがまた違った美味しさを出していて美味しかったです。通常のチョコパイよりこっちの方が好きですね。自分はバニラの新たな一味がとっても良かったので、こちらの点数とさせていただきます。グラコロメインでいただいたのにバニラパイの方が勝っちゃってますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。